こんにちは、プロトです。今回なんですけども、極ハイデリン倒滅戦のナイト視点動画をやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。さて、今回やることなんですけども、まず最初に、ギミックをね、軽く、紹介しておきます。後でなんか思い出せるような作りにしておきたいんですよ。というのも、パッチが進んだ時になんかまたハイデリンをやるぞってなった時に、なんか軽くね、思い出せるような、そういう感じで最初にギミック紹介をやっておきます。で、続いて ST 視点の流れの動画をやりまして、で、最後に MT 視点ですね。全部ナイトでやるんですけども、レイドファインダーとかで行くとやっぱりナイトもメインタンクをするパターンが出てきたりするので、その両方をね、やっておこうと思います。それでは早速ギミックの方の解説からいこうと思います。それでは、極ハイデリン倒滅戦のギミック解説を行っていきます。まず最初に、全体攻撃が何種類かあるんですよ。名前の違う全体攻撃が何種類かあるので、なんか見知らぬ名前が来たなと思って、大体全体攻撃かなっていうところを思っておいたらいいかなと思います。で、なんかいくつか、3、4種類ぐらいね、あるんですね。で、続いて、頭割り攻撃があります。シャイニングセイバーっていうやつはね、誰かを対象にした頭割り攻撃になっているので、みんなで集まっておきましょう。で、もう一個頭割りがあるんですが、これはタンク頭割りですね。今回スイッチない代わりにタンク2人頭割りっていうのがあります。で、クリスタライズは光の力ですね。冷極性の力の3種類の付属性の技を使ってきます。まず水ですね。水はヒーラーを対象にした頭割り攻撃が2つ、ね、降ってくるので左右で受けていきます。で、続いて氷ですね。氷のエフェクトがついた場合はみんなに氷のダメージがポンとくるので3回して回避するものがやってきます。で、最後に土ですね。土属性は頭割り攻撃になっているので全員で受けるっていう、この3種類を覚えておきます。これらの処理は全て何かの技を挟んだ後にやってくるので注意しておきましょう。続いてマントチェンジです。これも3種類あって、まず緑色、これは敵中心範囲になっているので離れて処理します。続いて赤色、赤色の場合はドーナツ範囲になっているので敵のターゲットサークル下がアンチになっています。最後に青色は十字攻撃になっているので斜めの位置に避けて、回避していきます。ギリギリからだと殴ることができます。続いてオーレオールです。オーレオールはもう左右がアンチになっていて、でサイドオーレオールっていうのが来るんですけども、その場合は盾がアンチになります。これ名前だけでしか判別できないので、そこだけ覚えておきましょう。オーレオール自体がそもそも横で、なんかサイドオーレオールになるとそれが逆になるから盾がアンチだっていうことですね。で、続いてクリスタルフェーズ、これ雑魚フェーズですね、いわゆる。で、 ST の場合は東ですね。東の雑魚を取って南東にちょっと寄せます。南東のクリスタルのところに一旦寄せておいて、どっち回りかを見て連れていくんですけども、だいたいクリスタル2つ分離すっていう感じで連れていったらいいかなと思います。で、そして誘導場所はクリスタルのところへ連れていくっていうイメージであればいい感じでいくと思います。次、逆回りを見てみましょう。まず ST なので東側の雑魚を釣る、でも最初は同じところへ持っていきます。南東のクリスタルのところに一旦持っていって、で、どっち回りかなというのを見て、今回は逆回りなのでクリスタルの破壊する直前終わりぐらいで次へ連れていくような感じですね。そして連れていく場所はクリスタルのあるところに連れていくっていうイメージで連れていくと線がつながりにくいのかなと思います。反対側の雑魚ともつながらないし、クリスタルともつながらないっていう、いい感じにできると思います。続いてメインタンク視点の場合ですね。メインタンクの場合は西側のやつを北東へ一旦連れていく形になります。で、そこからあとは同じですね。今回は半時計回りになるので追いかけていく形になりますが、基本2つ後ろの位置のクリスタルの上に持っていくような、そういうイメージで連れていきます。結構ね、ここ攻撃が痛いのでバフをしっかり焚いていきましょう。で、続いて、ライトウェーブですね。なんかクリスタルが立って後ろからなんか波がやってきます。これは波のないところのクリスタルの裏に入り、クリスタルに波が当たるとそこから範囲攻撃がズドンってくるんで、それをクリスタルの裏で防ぐっていうものになっております。
なので反対側のやつも見ておいて、そしてここはダンクは逆サイドのクリスタルへ行き、南側の光がボーンってなるのでその裏に隠れながら扇範囲攻撃を受けていきます。2回目のライトウェーブですね。次はこの時にヘロイスグローリーっていう前方範囲攻撃が来ているので、これは後ろで待っておいて、それが終わってから波のね、クリスタルの影に隠れていきます。ここも左右行って、次後ろ側が来るのでまたいで、でまた逆へ行ってっていう形でクリスタルから身を守るような動きでいきます。でまたヘロイスグローリーが来てるので前方範囲を避けつつクリスタルの裏に入るというやり方です。で3回目のライトウェーブ、この3回目のライトウェーブはもうほぼ終わりかけでやってくるやつなんですが、外周から、まあ、4つのやつが迫り作るというなんかエクサフレアみたいなやつですよね。これは外周の一番広いところのなんかこのマーカーの数字マーカーの上がアンチになっております。このマーカーじゃない場合は体格の波とかもちょっと確認しないといけないんでちょっとだるくなるんですけども、このマーカーがある場合はマーカーの上がアンチだよっていうすごい楽ちんなものになっておりますが、なんか波がね向こうからもやってくるんでそれを見ながら立つ場所を探さないといけないっていうものになっておりますね。パーヘリックスサークルっていうやつはなんか線が伸びててその先っぽから円形のなんか AOE が出て、でその後氷の3階がねあるのでっていうものになっております。まあ特に説明することはありません。でパルヘリオンですね。パルヘリオンは、まあ、チャクラムが扇状に飛んでいくんですけども、3つ目の対角の位置にまず立っておきます。ここに立っていて ST の場合は後ろですね、後ろに行くことになるんですけど、ギリギリまで殴ることができるのでこれはちょっと殴っておりますが、後ろで待機する場合なんですけども、1本目のねすぐ横ぐらいにいた方がいいです。すぐにその1本目が通過したら走っていくっていうやり方、もうなんか真ん中とかに集まる場合があるんだけど、真ん中だとちょっと踏んじゃうんで必ず1本目の横ギリギリから走っていくっていうことを意識するといいかなと思います。それでは極ハイデリン透滅戦の ST 視点やっていこうと思います。ナイト開幕18秒前でファイトオアフライトを使っておきます。今回はディバインベールを開幕には使いません。使わずに行きます。で2秒前で、まあ、ホーリースピリットを唱えて開始していって、でインタービンで突撃していってコアブレードのコンボを入れるんだが、早めにねエクイエスカットを入れておきます。でホーリーを、まあ、今回ホーリスピを4発入れるんですけど、3発打ったらここでディバインベールを使っておいて4発目で開くような形で使っていきます。ちょうど敵の全体攻撃に対して回復効果と次のこの頭割り攻撃にバリアが発動するというタイミングになっております。さあ1回目のクリスタライズが来ました。1回目は水で確定で、ここのマントチェンジが緑なのか赤なのかどっちかっていう、ここの色だけ反対になるんで、ランダムになってますね。で緑だった場合は、このまま全体攻撃がやってきますね。まあなんかパッセージオブアームスなどを使っておきます。でオーレオールが来ました。オーレオールなので横がアンチですね。サイドオーレオールだったら縦になる。なんかちょっと北に行っちゃいましたが関係なく後回り来るかなと思ったんですけど来なかったっていうだけの話ですね。でここでレクイエスからのホーリースピリットで離れていきます。赤色なので中から外ですね。でここでムーサスコーンのねタンク頭割りが来るので、センチネルとホーリーシェルトロンとインターベーションを投げております。次はサイドオーレオールなので縦アンチになっております。で続いてクリスタライズの青色が来るのかな。青色は十字攻撃になっているんだけど、ギリギリ殴れる場所、斜めのねギリギリ殴れる場所からだと殴りながら処理することができます。で今回土だったので頭割りを受けていきます。ここは水と土のパターンがあります。さあここでスタンスをしっかり入れておいて東側の雑魚を取っていきます。ちょっと枠まで時間があり、タゲれるまで若干の時間があります。
で釣ったら南東のクリスタルのところへ一旦連れていく。あ、今回北が光ってるので時計回りですね。そしたら、2つ、後ろですね、2つ後ろ、もう1個進みます。今殴っているやつに対して2つ後ろぐらいを追従していくような形で連れていきます。でこの時雑魚の攻撃は結構痛いので、うまい具合に、まあ、ランパートとかホーリーシェルトロンとかリプライザルなんかを使って軽減しつつ回っていきます。で削りがなんか遅そうだなって思ったらホーリーを叩き込んだりとかもすることがあります。ホーリースピー打ったりとかコンフェテオルぶち込んだりとかすることもあります。今はまあまあ普通に削れてるんで、自分の連れてるやつを削っている感じですが、まあそこはなんか雰囲気と感覚でやっておりますね。ではもうぐるぐる回ってる間に全部終わったら、あとは移行技タイムですね。ここはディバインベールとパッセージオブアームズの羽を広げております。まあ、お約束の羽を広げる場所ですね。アイデリンキックが決まって後半戦が開始していきます。でここでスタンスをねちゃんと切っておきましょう。もうつけることはありません。で後半始まって最初にこのヘイローという全体攻撃がやってきます。ここには軽減をね入れておきましょうと思ったら、あのメインタンクさんがリプライザルを入れていたので入れていません。で、ライトウェーブが来るので前方を見て右か左かを確認。左ですね。でここでクリスタルの影に隠れながら、まず北のクリスタルに対して隠れ、そして反対側の隠れて、でタンクなので逆サイドのクリスタルへ移動していきます。ここでねロールごとの頭割り攻撃が来る。でライトウェーブ2回目が来ます。ライトウェーブ2回目が来るのでどっちの波が来るのかっていうのを見ておきます。左側から来るぞ。でこの時ヘロイスグローリーは前方範囲があるので、これが終わってから左のクリスタルからまず隠れていきます。左のクリスタルに対し対角で隠れる。次右のやつから隠れる。そしたら次はクリスタルをまたいで左側のやつから隠れる。でまた逆へ移動し隠れる。でここでヘロイスグローリーが来ているので前方が危ないぞということでクリスタルの裏へ逃げていきます。まあそんな感じでヘイローは全体攻撃ですね。ここは俺がリプライザルを入れておきましょう。まあ基本的にはあここはなんかメインタンクに赤いマークがついたやつは前方奥義なのでインターベーションを投げておきます。さあシャイニングセイバーは頭割り攻撃です。誰かを対象にしてくるのでしっかりみんなの場所に集まって受けていきます。あ緑色なので離れます。この後は何が来るかな。あ全体攻撃ですね。なんかよくわからない名前のものが来たら大体全体攻撃です。軽減できるものがあれば軽減していった方がいいかなというものですね。クリスタライズが来ますね。氷だ。氷ということはあの線が出るやつがパーヘリックサークルですねが来ますね。ここもギリギリまでなんとか殴りつつ割と発動まで時間があります。でこの後氷の3回があると。あサイドオーレオールだということなので縦へ入っていきます。さてね、若干後ろって分かりにくいですよね。ターゲットサークルが赤色なので中に入ります。この後は何が来るかな。ムーサスコーン、あタンク頭割りですね。センチネルとホーリーシェルトロンを使いインターベーションをメインタンクに投げるという形で処理していきます。さあパルヘリオンが来ました。3個目の反対側対角に移動しておいてしておきますと。で ST なので後ろになるんですけども1発目の
場所のすぐ横に立つということを忘れないようにしましょう。で1個目がを覚えておかないといけないですよね。1個目の横ギリギリからだったら走ってすぐに回避していきます。これがなんかたまになんていうの、ちょうど本当3つ目の体格のまっすぐ後ろになる場合があるんですけど、その時だとちょっとね2本目の扇に当たっちゃう可能性が高いので、必ず1本目のすぐ横に立っておくっていうことが大事なのかなと思います。後方に立つ場合はですね、エリアントヘイロー、これも見知らぬ名前なので全体攻撃です。さあここから最終フェーズのライトウェーブがやってきますね。これの見分け方なんですけども、まあ、狭いところの体格がだいたい広いのでそちらに移動していきます。そして数字マーカーのところ、数字マーカーのところがアンチになっています。このマーカーの置き方の場合ですね、数字マーカーがアンチになっております。数字マーカーのない、マーカーの時はもうちょっと頑張って探してくださいになりますね。体格を見ながらで、ここは防御バフ1枚とホーリーシェルトロン、そしてメインタンクにインターベーションを投げて、あの頭割りを処理していきます。で中央でクリスタライズが必ず水が来るので、水プラス頭割り攻撃ですね、シャイニングセイバーで、これ終わった後 B と D、ST なので B 側へ移動して必ずヒーラーさん左右でね頭割りを受けていきます。で緑色が来たので離れますというところで終わりました。続いて MT 視点の方をやっていこうと思います。続いて MT 視点になります。あのレイドファインダーで回っているとどうしてもナイト同士とかになったりとか、中にはこうメインタンクをしたがらないタンクさんとかもいらっしゃるので、その時は MT をすることにもなるので、一応ね、MT 視点やっていこうと思います。あまり回数は多くやっていないのでそんなに慣れていないということをご了承いただいて始めていきましょうか。で、開幕なんですけども、15秒前ぐらいでファイトオアフライトを使います。その理由は開幕 1GCD 分ちょっとね、違うことをしてしまうからですね。まあホーリースピリットで始めるのは一緒なんですけど、敵をちょっと南に誘導するためにロブを投げております。はい、あまり近づいてしまうと敵が中央に寄せれないので、ちょっといいやり方がよくわからなかったのでそういう形になっております。なので3秒ほどずらした15秒前ファイトはフライトで始めています。で一応開幕からもなんかないとね100溜まってるんで、オースがオートアタック用に開幕始まって割と早い段階でホーリーシェルトロンなんかを使っておりますね。クリスタルに託された力をで、できるだけ敵をちゃんと北に向けるっていうことですね。敵の詠唱が始まってから自分は移動するとか、そういうところだと思います。 MT って光をで最初緑のやつ離れて、頭割りがねこう逆になるから、ここも気をつけておきましょう。 ST とは逆になるということですね。で全体攻撃にはだいたいリプライザルを入れるんですけども、まあなんか頻度が多いので入れないところもありますね。サイドオーレオールなので盾です。でクリスタライズが来る次は赤色かな、赤色と氷ですね。なので内側に入っておいて赤色のやつが終わったら少し北へ寄せて氷を受けます。でムーサスコーンはタンク頭割りですね。ここはセンチネルとホーリーシェルトロンで受けております。サイドオーレオールなので縦がアンチですね。でこのあと青色の十字3回のものが来るんですが、まだ動けないですね。メインタンクの場合は動いてはいけない、ずっと北に立っておいてこれがぐるぐる回ってから動き出します。でこの青色は殴れるギリギリの位置があるの でその後水の3回ですね。ここは土か水かの可能性があるので忘れないようにします。で MT なので西に行って、西の雑魚が湧いたら一旦ね北東へ連れて行きます。
北東というか、まあ、A のあたりのクリスタルでいいのかなと思いますが、今回南が光ったのでちょっとそこまで連れていく前に戻りましたという形です。そしてだいたい2つ後ろを追従していきます。前が終わりそうになったら移動を開始し、基本2つ後ろのクリスタルの上に敵を置く。で結構攻撃がやはり痛いので、ホーリーシェルトンとかを使ったりリプライザルを使ったりしております。まあ、ランパートも使いますね。まあ、この辺はバフ使っても全然大丈夫でしょう。割と時間が返ってくる来たりするので、積極的に使って軽減をしていきます。なんなら俺雑魚のところでインビン使ってもいいかなとかぐらい思っております。さあ削りがなんかおかしいぞと思ったので、ホーリーをクリスタルにね入れております。なんかね削りが遅めだったので入れながら、はい、でリコータイムですね。ここでは ST さんに羽を広げてもらおうと思ってちょっと待っていたら案の定広げてくれたので、俺は使わずです。ディバインベールだけね使っておりますね。でハイデリンキックが決まったら MT なので A 側へ行きます。最後まで歩むことをやめないと。ここからね誘導があったりするので MT はちょっと大変ですね。ヘイローは全体攻撃なので軽減をリプライザルを入れております。まあ、ST と、ね、どっちが入れるかくらいのね相談とか特にないので空気を読んで入れている形になりますね。でここは素早く移動先へ連れていきます。でちゃんと殴れるように深めにね連れていくところかなと思います。で隠れて反対側へ移動していきます。反対側のクリスタルに隠れて敵のロールごとの、ね、頭割り攻撃が来ているのでそれを受けながら、次ライトウェーブがまた来てますね。どっちの波が来るのかなというのを確認しておきます。左側から来ます。でヘロイスグローリーは前方が危ないのでこれが終わってから、隠れに行きます。まず左のクリスタルから隠れ、次右のクリスタルから隠れ、次左後ろのクリスタルから隠れて、次右後ろのやつですね隠れます。お、今度は向こうへ飛んできましたね。南側行ったのでちゃんとその南側のクリスタルの後ろに隠れて中央のクリスタルの光から身を守る形を取ります。でヘイローは全体攻撃です。リプライザルを入れております。一応ここで誘導できるんかなと思っているんですが、まだ無理っぽい。いける？誘導して、でヘロイスサンダリングというね前方奥義があるので他の人に向けないようにしながらセンチネルとホーリーシェルトロンで受けております。でしっかり北へ向けておいて、シャイニングセイバーなので頭割りだから入らないといけないんだけど、ちょっと一瞬俺これ忘れてましたね。一緒に入ってあげましょう本来であれば。で赤色なので中に入ります。なんかね MT をあまりしていないのでちょっとね時折左右の頭割りとかも忘れてしまう時があったりとか、いけてないことが割とありましたね。今回うまくいっておると思います。でバルヘリオンが来ておりますので3つ目の対角へ入り、 MT なので前方ですね。1個目の行った方を覚えておいて1個目に走るという形ですね。まあただ前はちょっと楽なのかなと思いましたね。サブバルヘリオンが来ております。これが来たら水の頭割りとが来るので1個目が行った後に走り込みます。でオーレオールが来ているから横ですね。ですぐに北へ移動してきます。敵を動かさないようにね、緑だ、離れないといけません。で離れつつ、全体攻撃ですね。これよくわからない名前のやつは、あまり目立たない名前のやつは大体全体攻撃です。でクリスタライズは何が来るのかなというのを確認。
氷ですね。氷ということは線の伸びるやつですね。パーヘリックサークルが来ます。だからちょうど北がここでいいじゃんというものになっておりますね。はい、ここで受けてオーレオール横です。だここで北をちゃんと向けておいてあげることで回避しやすいかなと思います。次のミニクと十字が来ますね。斜めのところに立ってすぐに北へ戻ります。敵を方角を動かさないというところですね。エリアントヘイローは全体攻撃です。もう大体そういうなんか見たことない名前は大体全体攻撃です。でライトウェーブが来ます。でここで誘導ですね。狭いところの対角ですね。狭いところの対角が広いのでそこの数字マーカーのところへ移動していきます。そうすると波の動いてくるところのアンチになっているのでここでエコーズ全体頭割り攻撃ですね。複数回やってみます。カーンとカーンとカーンと。でここではセンチネルとホーリーシェルトロンを焚いてこのタンクの2人頭割りを受けます。ですぐにね中央へ連れていきますが、できるだけちゃんと真ん中に寄せて北を向けて位置を上げましょう。こうすることで次のクリスタライズ水の頭割りが受けやすくなるんかなと思います。まあちょっと中央から若干ずれておりますが、まあわかるでしょうという形ですね。でこの頭割りの後すぐに左右の頭割りを受けてまた北へ、あ緑が来ているので離れます。でしっかり北を向け、はい北を向けております。あーでもう一回同じライトウェーブが来るかっていうところで終わりましたね。という感じで MT 視点でした。では最後までご視聴ありがとうございました。